まず重点医療機関の拡大についてです。神奈川モデルの特徴の一つである中等症患者を受け入れる重点医療機関についてこれまで県に加えて川崎市、厚木市からも発表いただいており、すでに8つの医療機関を公表済みでありますが、今回新たに3つの医療機関を加えることとしました。新たに設置した重点医療機関は資料に記載の横須賀市立市民病院、東海大学医学部附属大磯病院、海老名総合病院東館です。神奈川モデルにおける重点医療機関は合わせて11医療機関となりました。また現在この他に複数の医療機関と調整を行っておりまして、今後も順次拡大していく予定です。改めて最前線で新型コロナウイルス感染症と戦ってくださる病院医療従事者の方々に感謝申し上げます。また県では医療従事者の皆様への感謝の気持ちを込めて、本日から5月6日金曜日までの間、県庁本庁舎のブルーライトアップを行います。点灯時間は18時から22時